はい、おはようございます。榎本貴明です。今日のテーマは、東京以外の人もラーメンウォーカー東京を買おうという話をします。日本中のラーメン屋さん、あるいは日本中のこれからラーメン屋をやりたい人が見てくれてると思うんですけども、毎年秋にね、ラーメンウォーカーって各地のものが発売されると思うんですけども、まあ、自分のところの地域のものと自分のところの地域のものを買うのと一緒に東京版っていうのもぜひ買ってみてください。で、やっぱり東京って川上で、東京の流行りがだんだんと日本中に広がっていくっていうのがあるので、東京の流行りっていうのが何年かして自分の地域にやってくるっていうことは必ず起こるので、東京版のラーメンウォーカーを見ておくと自分の地域で流行るラーメンの将来が見えるっていうことなので、ぜひ試してみてください。今日の動画の解説も動画の下の説明欄に文章で入れてありますので、ぜひそちらも見てください。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。